願いします。丸山です。今日はクリエイターラーとものづくりの2つの話を中心にしようと思います。アベンダー結構という長くなるんですが、まず最初に背景として21世紀の初頭に非常に巨大な規模での生産システムのネットワーク上で稼働を始めて、で今の IT を基本的にはリードしているのはこうした大規模生産システムを所有してサービスを提供したのは Google、Amazon、Apple、Facebook、 これヤングホと4人組ってか、とか頭文字を取って GAF って言ったりしますけど、現代の IT って基本的にはこの GAF の世界なんですよ。でとても巨大なデータセンターが世界中にあって、Amazon もそうですし、Apple もそうですし、これ近くの住宅と比べてみると非常に大きな大きな当たるんですけど、Facebook ですね、ソフト。で、これは、ね、デスナー内部ですけども、ある意味60年代の高度成長、化学工業のコンビニアートみたいなのが世界中にこういう形で出来ているということで、で基本的には Google が結構すぐに大きいですね。 Google は上場したのは2004年でまだ10年しか経ってない会社ができたから、いやもうちょっと前からできたんですよ。で2006年に Amazon がクラウドを始めて、2007年にアップルが入り出して、2008年にマイクロソフトのクラウドを始めて、アンドロイドが出たのは2008年です。で、Facebook が上場したのは2010年です。で、こういう動きの中で、IT はまっきりその過去の20世紀の IT と姿を変えたんですね。で、問題はあとこれからの先10年で10年 IT が変わっていくのかっていう話を少しできればいいなと。で基本的にはインターネットがグローバル化して、だすでに今まででも20世紀の後半から現代の社会経済に非常に大きな影響を与えてきた IT 化のインターネットですが、それはもう一つの段階が終わって、多分次の段階が始まる、多分大げさに言うと世界史的な変化が起きるだろうというふうに思っています。でどういうふうに世界史的かといいますと、ITU って全体があって、今、携帯の所有率は世界人口の 95.5%。だから世界人口ほとんど全員携帯持ってる。これサブスクライバーベースなんで、かなり正確なんですが、インターネットを利用する個人っていうのは、去年、今年初めて 40% を超えるんでしょう。で、スマートフォンを使ってる人は、今 32% と、世界的平均です。だからこれ、今70億なんで、1% でも大体7億人なんで、とんでもない数字になります。ちなみに、だからインターネットは28億人とか30億人を使っているということです。で、伸びを見ますと、こういう形で、皆さんおそらくインターネットとかスマホの方がインパクトあると思うかもしれませんが、21世紀の普通のここ10年間の間を見れば、一番大きな伸びを示した携帯電話。これはガラケーですけど、ガラケーって日本のガラケーはとても進んでるんで、ほとんど通話と SMS ぐらいの機能しかない携帯電話を実は全員が持っているというふうになっている。で問題は、スマートフォンはちょうど10年前の携帯を同じ水準に達しておりまして、でおそらく10年後にはスマートフォンも置き換わっていくだろうというふうに思います。で携帯とスマートフォンの最大の違いは、そのインターネットすぐに接続できるかどうかだと思ってもいいわけで、でそういう意味で言うと、今後10年間の間におそらく世界人口のほとんどがネットワークですね。で多分今後の10年間新たな50億人がスマートフォンを持つ。でそれをネットビデオと言ったりします。それからインターネットにおそらく70億人がインターネットです。それはグローバルネットワーク。だからそのネットビジネスを経て、グローバルネットワークが全人類の中で生きる。でこれがやはり非常に大きな世界史的な変化というふうに思います。で、スマートフォンのマイクシェアでいうと、皆さんおそらく日本でいると iPhone と互角みたいな印象をお持ちでしょうが、グローバルにはっきりもう勝負はついていて、
去年アンドロイド世界シェアで8割を超えたんですが、今年2010は 84% を超えまして、アンドロイドは10、iOS は 11.7% なんです。で、グローバルシェアでいうと、アンドロイドが圧倒的に強いというふうになっています。で、アンドロイドの果たしている役割は2つありまして、1つは、インターネットの拡大の最大の推進力は実はアンドロイドです。もう1つは、新しいそのインターネット上のウェブ技術の最大のプラットフォームがアンドロイドかなと。で、今、アンドロイド 5.0 が出たんですけど、そこで出てるマテリアルデザインだとポリマーとか、でそれは実は W3C のウェブコンポーネントという技術に意図してて、でそのウェブコンポーネント技術の最大のプラットフォームはやっぱりアンドロイド。だから、ウェブインターネット技術のプラットフォームは多分、アンドロイドが果たしている。ということです。で、今、ものづくりとアンドロイドの接点、インターネットサービスってやつを少し話してみようと思うんですが、インターネットサービスっていうのは、IT 業界で非常に安いバズワードになってるんですけれども、あんまり公衆版には広まっていない。で、あとはそれから、モノのインターネットなんで、コンセプトとしてはそんなに公衆版ってするようなものではないだろうとも思っています。で、実際、その、インターネットサービスと最初に言い出したのは、ケビン・アシュトンっていう人で、で彼はその、プロクター・ギャンブルのコンサルをやっていて、で、要するにその、プロクター・ギャンブルの商品に、タグを付ける、RFID ですね、を付けようっていうのが最初のインターネットサービスという言葉の概念の最終だったんで、で、ここは明らかに、インターネットサービスは物なんですね。ただ商品とか、流通過程でタグ付けられる。で、なんでインターネットかっていうと、インターネットのように、全てのものにそのアドレス、ID ですけど、URL、URI を持つように、全てのものにアドレス、ID を持たせれば、非常に物の管理は簡単だ。で、ここは明らかに物で、しかもインターネットでもないというのが IoT の最初ですね。でもこれは日本にはとても大きな影響を与えて、ユビキタスって言葉はご存知かもしれませんが、ユビキタスは、このケビン・アシュトンも全く受け売りだったんですよ。その話は今日はあんまりしません。ともかく、物のインターネットというか、人のインターネットの方が多分重要で、これからも人間のインターネットは物のインターネット変わっていくわけではなくて、インターネットを利用する個人のグローバルな拡大ですね。本当に思いました。グローバルネットワークって70億人がインターネットを使うという、そういうインパクトがずっと出た。で、人と人を結ぶコミュニケーション、あるいは情報共有、あるいは個人の自由時間の享受に関わるメディアとして、多分人のインターネットはずっと重要であり続ける。だったらなんで今更インターネットサービスという名前が出てくるかというと、おそらく、2つ理由があって、1つは、今話した人のインターネット、メディアとしてのインターネット以外、多分インターネットは使えるんじゃないのっていう期待がある。これは正しいと思う。もう一つは、60億人がスマートフォンの世界というのは、我々の近くに住む小さいけれども、強力なコンピューターが常にある。でそれは、とても便利になるかもしれない。それがしかも賢い、スマートなマシンになれば、いろんな夢が広がるということなんだと思うんですね。で、そのネットワークというので言うと、もう一度人の問題に戻るかもしれないですけれども、ネットワークつながるってことは、本当に重要な意味を持つ理由があって、これは我々の社会性だと思うんですよね。で、社会性というと、すぐソーシャル、SNS を思い浮かべるかもしれませんし、それは正しいんですけれども、人間が作り出した社会的なネットワークで一番と言えないんですけど、重要なのは、経済のネットワークがあって、これはその本性としてやはり人間の社会性を代表するというか、その社会的なネットワークで、経済のネットワークというと、多分エンタープライズシステムとそういうことを多分言ったことがありますけれども、今のエンタープライズシステムというのは経済活動の中で非常に部分的な役割しか果たしてないと今では言える。例えば工場の生産システムは、いわゆるそのエンタープライズシステムが切り離されていますし、サプライチェーンだとか商品流通、あるいは広告販売も狭いみたいなエンタープライズシステムとは別なものです。僕が言ったエンタープライズというのはそのメインフレームを中心に
あるいは今だったら青空系のシステムを含めて、まあ、VQC になるんですけど、ただ、基本的には経済の全ての過程、生産、流通、消費、決済で、それらが多分ネットワーク化されるのは本当の意味での、経済活動のネットワーク、エンタープライズシステムがそうなって変化してくるだろうというふうに思います。で、まあ、それはグローバルネットワークのもとに、例えば経済全過程が構成されている。で、それは非常に大きな変化がなることが確実だという、まあ、そういう展望にはおそらく IoT っていう言葉はあまりふさわしくなくて、まあ、ネットワークや IT っていうか、まあ、そのサイバーの世界と現実の過程、フィジカルの世界で、多分サイバー適用システムっていう言葉が多分 IoT よりいいだろうって僕は思ってるんですよね。あとで紹介するドイツのイノベーション 4.0 のプロジェクトは基本的には IoT って言葉じゃなくて、自らをサイバー適用システムっていうのを指定しています。ですからサイバー適用システムって言葉に提供の置きされたらいいと思います。まあ、といっても IoT 結構花盛りなんで、まあ、インターネット制度って基本的にはその我々 のインターネット、メディアとしてのインターネット、人と人の関係以外のインターネットが多分、まあ、いろいろ意味があるということなので、IT 企業ととても大事な課題、絶好の機会、ほとんどの全ての IT 企業が IoT に取り組みをしています。まあ、最初に言ったのは IBM のスマート、スマートなんたらっていうのがいろいろあるんですけども、これリンゴネットって IBM の会長ですけども、スマータープラネットっていう地球の上にいっぱいアイコンが載ってますけど、このアイコンは例えばスマータープラネット、スマータービルディング、スマータエデュケーション、スマータシティ、スマータエネルギー、スマータブレーン、スマータヘルス、というふうに何でもスマータをつけて、で、これが IBM ビジョンだったんですが、IBM これ今やめましたね。このスマータープラネット構想はやめて、スマーターだけ取ってくるというのは、今彼はクラウドと AI に集中しているんで、ただコンセプト非常にすっきり賢い機械で、機械やネットワーク賢くなるというコンセプトを打ち出したのは、多分 IBM が多分最初だった。インテルもいろんなことを言ってますが、インターネットシームレスで、基本的に彼らにとっては、これもかなり驚異的な話なんですが、2010年から2015年、5年間で、おそらく世界のトランジスタは多分200倍ぐらいだっていうんですよ。で、増えるだろう、それまで1年ありますから。このゲプラっていうのは、要するに、まあ、トランジスタは多分50年以上歴史があると言いますけれども、要するに、今から、50年間にトランジスタが起きたことよりも、これから5年間に、この5年間起きた変化の方が激しいっていうか、今までこの変化に比べれば、トランジスタの変化っていうのは、この50年間何も起こってこなかった、等しいみたいな、巨大な変化ですよ。だからこれはインテル取っていけないっていうことで、IoT でこういう、なんでも、とにかくインテル笑ってるみたいな時には見える。トランジスタが売れればいいわけですよ。シスコも同じですね。インテルが半導体トランジスタ、シスコはネットワークですね。まあ、いろんなことを彼らも言ってるんですが、今彼らが言ってるのはインターネットもエブリス、何でもインターネットだ。まあ、彼らにしたらルーター売れればいいわけで、ここに取り付かないわけはないということですね。MS も、まあ、いろんな、まあ、これから1.7テラと、すごい何でもかんでもいろんなこれマイクロになってますけども、ここに出て彼らは OS を狙ってるんですね。まあ、クラウドだとかいろんなことを言ってるんですが、で彼ら の, 取り組みで IoT の取り組みで一番僕は今年ででかかったのは Windows は9インチ以下のデバイスで Windows をタダにしたんですね。で、まあ、これもはっきりしていて、今のままだったらその Windows ってみんな有料だったんで、もう無数にこう物の世界に OS が広がって、まあ、デバイスが広がって、当然それを伴って OS もついてくるわけですから、でそれがそのままだったら誰も Windows 金払ってんと買わないわけですよ。だからそこ で彼らはその
あの9インチ以下のでほとんどのタブレットまあ、それは OS は全部タブレット、これもまあ思い切った決断ですね。これもでも IoT っていう無数にデバイスが広がる世界に対するからなりの対応だという、まあ SLP もいろんなこと言ってますが、まあ、まあそれで、あのまあ、今インテルとかあのマイクロソフト、それからあのシスコ、まあ、今でもその iPhone SE に進出するこういう企業たちが今のイノベーションの主要な狙い手では多分ないんですよ、脇役なんですね。で、まあ、先ほどガーフというかギャング票が中心だって言いましたけど、ただイノベーションから言うともうアップルはもう脱落しかけているので、あまりイノベーションになってきておられる。で、まあ、現代のイノベーション焦点の一つはやっぱりスマートな機械、賢い機械で、それから機械と人間のインターフェースがどう変わるかっていうのはいろんなフォーカスされてます。で、これは Google Now ってやつで、Google は Google もどうなのかわかんないですけど、あのこういう使い方をしようと、目の前にこう方向指示を、メガネかってこう出てくるとか、で、今橋を渡ってるんだから、この橋の長さはいくらかって聞くと、実は答えたとか、これはあの多分、あの喋ったことを他の言葉に翻訳するとか、で、まあ、あとは飛行機に予約があれば質問しなくても答える、こういうアシストを人間に対してやってくる。で、基本的にはあの自然言語で応答するっていうスタイルの、あのユーザーインターフェースですね。で、まあ、あの PC のから見ればあの、まあ、マウスキーボードから今あのタッチセンス、あの画面タッチになって、これが多分現自然言語でインターフェースが多分自然になってあるというふうに思います。で、まあ、これは Amazon の Amazon Echo ってやつですね。これはあの Siri みたいなやつで、あのこれもちょっと見てみますか。これ今だからこの部屋にあることは何でも聞いてしまうって言って、これが実はあの物議をかましてまして、これあの全部クラウドに上げるんですよね。その盗聴じゃねえかって言って、これあの1万8000円ぐらいなんですけど、もっと売れてない、これはもっとアマゾンのものですけど、これはでもアマゾンすごい。これはアマゾン流通過程の物流倉庫の自動化ですね。ロボットを使っている。人にある。で、今ちょっといいんですけど、下に潜り込んでぐるぐる回って、実は荷物持ち上げてるんですよ。で、これダブルで、人間が出てきてあの必要なものを全部集めてくるんですよ。一つの、 あのパッケージにまとめるときに、実は人間がいるんです。機械が集めたのをこうやって。これしかやらない。
住んでる。でもあとモンバと一緒で、電源がなくなると家で電気電源に行って。で、アマゾンはこういう倉庫ロボットを今1万5000台導入していて、1000億円の人件費、これどん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 これからも多分進めると思います。ただ、まあアメリカでアマゾンは実は倉庫をたくさん作って、人をたくさん雇って、オバマから褒められているんですよね。で、まあでも、要するに雇用を確保したという。でも仕事も結構きつくていろいろ不満もあるらしくて、嫌なので全部どんどん試合みたいな、そういう感じ、ただ過酷な環境だったけど、まあでもロボットもやってしまうということです。まあこれもアマゾンだからドローンで荷物を運ぶっていうやつですね。でこれは Google の Nest って会社なんですが、 Nest っていうのはサムサットが主だったんですが、この前ドロップカムって会社を買収して、これはベストとドロップカムが一緒になって、これ簡単ですね、カメラですね。Setup is the easiest part, and we've extended that setup experience to smartphones and tablets. It's the perfect device for something like Dropcam that's already in your pocket. Dropcam's all about the video. Dropcam's wide angle, all glass lens, and an ultra-sensitive sensor with twice the imaging area. And with new pinch to zoom, you can zoom in and enhance on even the smallest details. With Dropcam Pro, we're delivering a significant new feature of cloud recording called activity recognition. Once an activity becomes a common occurrence, you can then decide whether or not you want to be alerted when it happens again. From alerts to the storage of the video, Dropcam is the easiest way to figure out what's going on at home when you're away. Thanks for watching. まあだからAmazon はだから耳をつけて、Google は目と鼻をつけたっていう、そういう感じ。あと Google というのが自動車、自動運転車で、これも。今言ってますが、この車の車載の場所はハンドがないんですよ。去年までブルーカーはちゃんと普通の改造車だったりハンドルついてたんですが、これはもうハンドルなくしてるんですけど、でこれは明確にお年寄りや目が見えない人や子供でも、まだ車っていうのは新しい乗り物になるかもしれないということです。まあ日本はでもやっぱり他に移動運転車はいろんなところでベッツもあるというのが出たりしたら、みんな日本にやってます。おそらく2020年にはいろんな法律も変わって自動運転車が行動を動き出すんじゃないかと思いますけど、ただ基本的には自動車、まあ、Google みたいな割り切り方はあんまりしてないですね。まあ、運転もできるし、自動化もできるっていうのは、そういうやつではないので、まあ、どっちがいいかわからないですけどね。あと、機械学習っていう技術がありまして、で、まあ、これは、
Google も Microsoft も IBM も機械学習、このエンタープライズで、まあ、やろうとしています。その背景あるのは多分ディープラーニングっていう、これはジェフリー・ヒントンとヘンリー・ MG っていう2人代表的なディープラーニングの専門家がいるんですけれども、でこれは例えばこういうことまでできるんですね。左上にいろんな写真がありますけども、写真をずっと見せると、これは基本的には人間の顔なんですよね。で顔を学習する。でこれは1000万個の画像から巨大な1000台ぐらいのマシンで3日間かけて、でこういう人間の顔を機械が学習するという、そういうことが機械学習とか神経解剖とか、そういうのができる。これは今有名だっていうか、そう、最近のやつで機械が学習した猫ですね。だからこれは猫だって教えてるんじゃないんですよ。いろんな画像が混じってて、その中で猫に近いものを自分で学習してるっていう、そういう機械なんですけども、でこれは実際にクライファイってサイトがあって、そこはそういうディープラーニングの技術を使ってそれを公開しているサイトなんですが、左側の上にあるのは、自分で画像を上げられるんです。そうするとプレディクテッドタグって、これは何だっていう予想が出て、これキャットとちゃんと出まして出てます。でこれは僕なんですけど、ちゃんとポートレートとかメガネとかそういうのがちゃんと出てます。これはもう僕の写真なんですけれども、スクールだとかちゃんといろんな判断、あこれは何だって示すと、これいくつか選ぶんじゃない、向こうからこういう回答を出してくるんです。これもそうですね。これなんか何て判断するかというと、浮遊、日々、日没、木のものがいいとかついてるんですけど、こういう判断機械がもうできるっていうこと。いや、こういう架空のものだったらどうかっていうと、ちゃんと魚っていうんですか、それから泳いでるとか、海、でなかなか賢い。これは簡単にクラリファイって検索すると、そこに自分の画像を上げると何でも答えてくれるかな。多分一番答えたの一番こう一番カテゴリーかなんかだったので、その中にこのパーセントどれこれに近いってそれ出して、でこういうことしかできるんですね。でこれもこれも顔認証ですね。テレビの画像をリアルタイムに見て顔を判定、今顔でマークがついてますけれども、これがスタート、しかもこれ名前ちゃんと出てる。でこれはビジター、ホームのお客さんです。これもスタッフ。でこれは契約業者ですね。でお客さんがあって、これは面白い。こいつは怪しいやつなんです。でこれをリアルタイムの画像からリアルタイムの判断して名前まで全部当ててる。これは NSC さんの技術ですね。ネオフェイスって言ってからグローバルに結構ヒットしてる、売れてるらしいです。でまあ、極めつきというか一番有名なのが IBM のマトスというやつで、これは質疑応答とか自然言語で応答してコンピューターがクイズ番組に出るという、そういう話なんですが、しかもその人間のチャンピオンとかこの番組のチャンピオンを実を破ってしまうという、ジェファリーって番組なんですよ。どI think we've gone from impressed to blown away.
This is really remarkable performance. And we know no computer system would come anywhere close to doing this question answering task. で、最後にいたのは実はこれまで番組の優勝者チャンピオンたちをとマッチの対決して勝っちゃったっていうやつですね。で、まあそういう意味で言うとやっぱり人間の言葉の能力の解明って非常に大事で、あの少なくとも視覚だとか、まあ、視覚が中心ですね。あるいはその言葉を聞く話す、そういうレベルではあの機械の文化も人間に追いついて起こそうとしてて、まあ、ただ、いろんな知識を活用して正しく推論判断するという点ではなかなかあの機械は人間にまだまだかなわないんですね。で、そうした能力の中枢というのは多分言語能力で、まあ、そういう機械が認知能力や言語能力を持つということは、あの笑いと笑いでの機械化、自動化の可能性が大きく広げるわけで、あるいは機械って人間のインタープレスとも、あの多分大きく変わってくる。我々が人間同士あの話をするように機械の話をするというのは多分普通になっているというふうに思っています。で、これはスカイプも多分今あの自動翻訳、これは本当に日本語はまだ使えない、使えないのか分からないんですけども、あのスカイプであの会話をすると、これ英語とドイツ語のサービスから始めましたけども、片方が英語で話すとリアルタイムでドイツ語で伝えて、向こうがあの英語で話すとリアルタイムでドイツ語で翻訳するというのはあのサービスを始めています。で、まあ移動翻訳っていうのは多分そのインターネットの未来にとってはとても大事なことで、あの今のインターネットの問題っていうのは、まあ、インターネットいろんな可能性があると言われてますけど、実際にはあの言語あるいは国家文化でいろいろ分断化されているわけです。で、まあ、国家や民族文化というのはとてもあの難しい問題で、多分それを解消するにはすでに長い時間をかけて語るのは多分避けられないんですけども、言語に関して言うと多言語に対応したリアルタイムの移動翻訳機械、多分この50年ぐらい多分実現する可能性はあると思っています。もっと短くあのできるというのはちょっと悲観的なので50年ぐらいかかるんじゃないかなと思っているんですけども、まあ、そうなればインターネットの可能性って今は全く違うというか、あのまあ、今はあの同じ国の中、同じ言葉だったらいくらでもやり取りできるんだけど、国、言語が違えばインターネットなんてほとんどコミュニケーションできないわけですけども、この自動翻訳機械ができたらインターネットの役割って全然変わるだろうというふうに思っています。で、まあ、今日 の, あの左に取った製造業、やっぱり今製造業回復が進んでいて、でそれをいくつか見てみようと思うんですけども、一つはあのドイツのインダストリー 4.0 というビジョンがあって、まあ、高校大経済のネットワーク化という話をしましたけれども、あのインダストリー 4.0 ってまさにそういう、経済の全過程をネットワーク化するというビジョンの一つだというふうに思っています。なんで 4.0 かというと、要するに産業革命、最初の産業革命は蒸気機関が導入されて、その機械で、まあ、要するにいいでしょうかね。第二次産業革命というのは20世紀初頭の電気を導入とした大規模工場、まあ、代表的には多分自動車報道と自動車生産とかなんですけど、ね、で第三次産業革命がこれもだいぶ長く続いてるんですけど、70年代に始まって公務員にまで続いている電子 IT を利用した生産とか、でそれと第二のどこが違うかっていうと、先ほどお話したネットワークのサイバーの空間と物理的な生産の世界です。これはサイバーフィジカルの革命を第4 の, あの産業革命っていうふうに言っています。知らないで、まあ、サイバーフィジカルシステムとしてのインダストリー 4.0 で大体のネットワークを二重に考えるんですね。一つはもうすでに半ばできている工場内のネットワークシステム、それは垂直方向のネットワークというふうに言ってるんですけども、工場内のネットワーク化、それはでもある程度進んでますね。ではそれをもっと徹底して進めようと思います。ただ、言い方によったんですけど、やっぱりユニークなのは水平方向で、要するにそれは注文がされて、まあ、それを送り出して、でただそれだけで終わらないんですね。企業は企業に物を売るし、企業はまた企業と
生産材ね、商品であってやると思って、最終的にはその個人が消費するっていう横にネットワークがあって、まあ、新規業は工場内のネットワークなんですが、数年後は多数の企業に住んで、最終的には消費者に至るまで、流通の過程を含めた、これもだからネットワークが必要ということで、まあ、製薬のネットワークはそういう意味ではいろんな企業を結んだ、グローバルなネットワークになる可能性があるわけですけれども、で、まあ、こういうビジョンがあって、一人の消費者の要求があって、それにちゃんと応えられるような生産を考えていく。で、生産の開発、まあ、生産をデザインして開発して、生産計画を立てて、エンジニアリングして、実際にものを作って、サービスとしてリクルートして、で、その一気通貫で、ネットワークでまとめられるんじゃないかっていう数字。これはだから横のね、ホリゾンタルっていうんですか、水平方向のネットワーク。で、そういうものを、IT、サイバーフィジカルシステムの力でやるということですね。で、まあ、いろんなビジョンがあるんですけども、で、アメリカもやっぱりもう製造業体験が進んでて、やっぱオバマのことで、メイドインアメリカっていうのを新しいとして、アメリカ製造業の近代化。で、これは2012年に AMP という組織を作って、で、アドバンスマニュアクチングパートナーシップ。で、小型トップの大学の学長とアメリカントップ企業の社長の資料を全部集めて、製造業が。で、要するにアメリカで発明したものはアメリカで作ろう。アメリカで発明して、ここで発明したのはここで作ろうっていうメッセージを明確に打ち出して、アメリカ製造業のルネサンスをスパークさせるっていう呼びかけをしました。でこれは、だから逆に言うと、アメリカはアメリカが作ったものを実はアメリカ以外、まあ、例えば iPhone、まあ、典型的にそうなんですけど、どっかのアメリカの病院が iPhone はアメリカで作られてるって発言して、失神を買ったんですが、今そう思った人たくさんいるんですね。だけど、実際にはアメリカで発売されるものが、これは中国の製造で、それでいいのかっていうので、アメリカの労働者にちゃんとした仕事を作り出しながら、製造業をテクノロジーをというのは、まあ、まあ、いろんなことをやりますが、で、これもなんか去年のオバマ大統領の一部なんですけども、メイドインアメリカ。で、製造業の次の革命があるとすれば、それはメイドインアメリカということを明確に打ち出して、これはなかなかやっぱりいいことをついているなというふうに思います。で、いろんな予算措置をするんですけれども、着実に。もう一つやっぱり中国ですね。中国は多分2008年リーマンショック時に実は世界トップに盛り上がりまして、でこれも驚くべきことに、もうアメリカの倍以上機械エンジニアリングの売り上げで言うと倍以上、GDP も今年の2ヶ月ぐらいから世界一になりましたし、まあ、皆さんなんか結構中国を軽く見てる人も結構いるんですけども、中国ものすごいですね。GDP もそうだし、少なくとも製造業に関して言うと、2008年以降、アメリカと全然、季節感、人間で、日本のほうは全然もう、姿形として見えないわけです。で、まあ、これは EU の資料なんで、かろうじて、EU 全体、例えばドイツとかイタリア、スイスとかね、結構製造業、活発なんですよ。で、それを全部、EU 全体で中国をちょっと上回る。まあ、まあちょっと負けず嫌いでこういうグラフを作ってみたと思うんですけど、国で言ったら圧倒的に中国圧勝です。で、中国は第12期の関連計画で今やっていて、どこかで戦略産業分野、そこに168兆円を投資したんですよ。1年間に30兆円で、まあ、でもこれ国ですからね、しかも全ての産業は国みたいなところだから、30兆とかそんなに、でもすごいんですよ。で、そういうことをやって、その中で、中国が面白くて、IoT をちゃんと重点にして、で、2010年から、インターネットセンス、2011年からか、インターネットセンスカンファレンスのキャンプしやってるんですよ。
で、もう、どうぞ。で、まあ、今、あの、戦場海峡は実は国だけじゃなくて、草もねから、あの、運動とか、まあ、あの、大変な、やっぱり、この、ジュースを見てますか、メーターズとか、クリス・アンドラさんとか、あの、ナショナルフェルムの企画も、このエクスパイアされて、で、草もねで物を作るっていうことは高まって、まあ、基本的には、これ、あの、3D プリンターの特許が切れて、やっぱ、プロジェクトで 3D プリンターをオープンソース化してもらったら大きな力になったんだと思いますけど、まあ、今はあとオープンソースハードウェアっていうスペシフィケーションが出まして、今これも翻訳されて、ようやくオープンハード、オープンソースハードっていうコンセプトがだんだんこう固まってきていて、これもとても大事な流れだというふうにハードライブが全部、メーカープレイヤーもっていうコンビアになっていて、で、秋葉原にも DM メーカー。まあ、そういう意味ではあの国だけじゃなくて、あのオープンソースのムーブメントとしても、あるいはあのいろんな市民の世界を含めて、あの自分たちのものを作ろうという動きというのも盛り上がっているということです。で、まあ、先ほどレプラの話で、基本的には3D プリンターと、今どん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 あの光造形のやつもこうスクリプトが切れたらしくて、まあ、いろんなあの特急切れでいろんな動きがあるんですけども、ただ3D プリンター自身が今大きく変わろうとしてるんですよ。で、おそらく3つあって、1つは、まあ、例えばプロトタイプや趣味、おもちゃみたいなので、本当に量産を目指すというふうに 3D プリンターを変えていこうというのが1つ。で、2つ目は、プラスチックだけじゃなくて、金属そのものじゃ、あのカーボン樹脂とかそういう、まあ、金属がいる、それを安価に印刷できるようにしようという素材を拡大しよう。もう1つは、3つ目は、大型化と高速化です。で、10倍の大きさのものを500倍のスピードで印刷するって書いてあるんです。これは大川って書いてありますけど、アミカン・オブランっていうあの国立研究所が明確に空母を出して 3D プリンターを作ろうとしてて、ただ 3D プリンター一番活発に使ったのは宇宙航空産業なんですよ。とか日本には宇宙航空産業はないと言ってもいいんで、で、メインに使ったのはエアバスなんかは、ブラケットみんな 3D プリンターなんかで作ってるそうで、それは明確にメリットがあって、あの飛行機っていうのは、まあ、自動車よりもあの、まあ、そんなにあの100万台も何十万台も出るわけなんですが、部品はものすごく膨大で、で、一つはあの部品を軽くする、これは左側が普通 の, あの削るやつ、こっちはインカガリティっていうか、あの釣りにくいんです。やっぱり隙間があって軽くできるんです。それはそれよりも前なんですね。で、あの飛行機の場合には、すべての部品を、あの在庫取ってかね、故障したら多分それを買うための在庫取ってかねってなって、でそれが多分あの数万件の在庫を全部持たない。それはとてもコストがある。でも 3D プリンターでパーツを作れば、その必要な時にその場であの部品をするんですよ。あの部品の在庫を抱える必要がないっていうんで、これはとても大きなメリットで、みんな一生懸命ほとんど全ての航空宇宙産業が 3D プリンターを積極的に導入してます。で、NASA もそうですね。今度、だから宇宙国際、あの国際宇宙ステーションの 3D プリンターを持ってって、で、これを見えますけど。で、だって部品が壊れても、だから、要するに部品を、あの、補給するっていうのは困難だと思うし、緊急的には間に合わなくなったりするわけで、それをちゃんとあげる。で、単に部品だけじゃなくて、エンジン部品まで多分 3D プリンターを作るという、これは NASA の話ですけど、じゃあ日本も同じなんですか。これは JAXA の今月号 の, あの表紙なんですけれども、3D プリンターをに売る部品製造ということで、JAXA もやってるんですよね。で、例えば、あのこれはあの日本に打ち上げたなんていうエースかわからないけど、この、あのノズル部分ですね、これを 3D プリンターで作ろうという、そういうことを、あのだからその宇宙だとかそういうところで言うと、あのそういう取り組みが多分絶対必要ないというところで、でこれは先ほどお話したアメリカのオークリッジって国立研究所の課題ですけども、でここが 3D プリンターの研究をあのとてもいいし、オークリッジであれですね、あの広島長崎の原爆を作ったあの研究所の一つ。で、まあ、先ほど言った10倍の大きさのものを500倍のスピードでっていうあの巨大な
あの、どうしよう、決めていくみたいなの開発が行われていて、そこ の、 あの施設は実は外部にも公開されていて、でこのコンセプトってとても面白くて、まあ、先ほど言ったプロタイピングから生産への移行、それから分散化した民主化された製造のため、この民主化された製造業ってまた後にちょっと出てくるんですが、3D プリンターの全ての人の収入の源になるようにしようということを考えています。で、生産手段として、あの、生活手段として 3D プリンターみんなが持てば、それが収入になるような、で、それが彼らの 3D プリンター研究の目的だというような言い方をしました。で、プロジェクターラーというのは基本的には、あの、まあ、スマートフォン、まあ、先ほど言ったあのネクストビデオの60億人のスマートフォンを作ろうということで、本当は今年の来年の1月に50両のスマートフォンを出そうって言ったんですが、多分それはちょっと間に合わなくて、あの、2015年中に最初のマシンを投入するというふうになっています。で、これも、あの、これはそのアラム最初の去年の4月にカンファレンスがあったんですが、これの言葉がなかなか良かったので、僕はちょっとここで結構面白いなと思って、スマートフォンは我々の生活の中で最も我々に力を与え、最も我々に身近なものである。ただ我々の多くはこのデバイスがどのように作られ、それが何をしているのか、またそれがどのように見えるのかについて語ることはほとんどない。そして我々のうちの50億人はそれを持っていない。で、生活にスマートフォンが置かれていることについてよく考えて選択を行うことができ、あなた自身の作りの方を創造的なキャンパスとしてそれをできるのか。それがプロジェクターだと。で、何よりも60億人のためにデザインされたのかという話をして、全人類のためにされたということで、で、こういう感じで、こういう50人にするんですね。で、まあ、あの、いろんなあの CPU を使ってやろうとしてますが、で、最初にあのプロジェクターラーあの実物が出たら、あの、今年の6月の Google.io ってやつで、こういう初めて実況を見たんですね。今、動かしてみます。それ動いてるときに、あの、モジュールに分子出ししても大丈夫、ホットスワップができるんですね。今やってみようと盛り上がってますけど。アンドロイドで言うと喜んでところがですね、これは固まっちゃうんですよ。あの、6月の具合は実は失敗で、あの、これで固まったまま、ホーム画面が出ないで終わっちゃったんですが、あの、その復習戦で、今年の11月に無理やく、これは動きますよ。あの、オールアラジャンコって彼がアラの中心なんですよ。これもうほとんどできてますね。画面立ち上がってますよね。
これあのこれタップするとそれ抜き差しね USB と同じですね。これスパイラル1って言うんですけども、1×1 と 2×1 と 2×2 の大きさのモジュールがあるんですよ。この外側って一番そのなんていうかね、骨組みに当たるのがエンドスケルトンっていって、でそこにあのモジュールを差し込む。エンドスケルトンは実はゴーグルだけが作れるようなそういうディフェンスモデルになるみたいなんですね。エンドって言ってるんですよ、エンドスケルトンのことですね。全部のモジュールは電池含めてあの電池が足んないとみんなでこう出しちゃうんですね。でそういうこともできて、だからあのほとんどのものを多分あのスワップしてもリアルタイムであの動き続けるっていうか、これタッチすると思いますけど、外れましたね。外れて、これ外せるんですよ。2つ外しましたね。LG につけてるだけ。Wi-Fi の外しを、今 Wi-Fi のモジュールを外しますね。で、今度カメラモジュールをつけてみようって。あ、これはカメラじゃなくてメディカルデバイス。心拍、血圧を測るモジュールを入れてみよう。サムタイムしようって、ちょっとうまくいかない。この辺も結構あの使い道としてはあのメディカルモジュールって結構大事になると思います。なんか波形が出てますけど、これが脈拍とは血圧だからモニターができる。で、こういう形で。
考えです。映像も動画も出る話をしてます。ちょっと気になるんですよ、これぐらいにして。で、このアマドンは、来年の1月14日、正月明けですけれども、カンファレンスがあって、でここでまた、いろんな情報が出てくると思いますが、これからですね、で来年1年かけて、市場に実際に商品を投入するということを言ったのが、最初の動きがこの1月14日になるだろうというふうに思います。で、アマで重要なのは、そういうモジュールってあるんですけど、それは大体今のビデオでイメージはお分かりだと思いますけれども、実はそのツールを全部、僕が無償提供、オープンソースで無償提供しようとしているんですよね。それはほとんど、ソフトウェアの世界で言ったら、エクリプスって ID があるんですけども、それが無償で提供されたことによって、みんなの生産がもちろん高くなるんですけど、それと同じことを、みんなものづくりの世界でやろうとしていて、で、このメタマコンセスっていうデザインツールを、このヤモシっていう人なんですけどね、で、何ができるかって、外部設計、デザイン、こんなことも何でもできるんですよ。で、その大きさも含めて、電波の干渉のシミュレーションから、ソフトのシミュレーションから、実際に動作して、その発熱の状況まで全部分かる。で、アラートモジュールの設計、開発、テスト、製造。製造っていうのは、実はその外側を実は 3D プリンターでやろうとしていて、で、それがアウトソースになるんですよ。これは実はアラーだけじゃなくて、いろんな形で電子的なデバイスを作るときに、このメタプロセスがものすごい強力なツールになって、で、こういうものが、おそらくデザイン、タイル設計のやつだとか、3CAD のやつだとか、多分一本一本多分、何種類か買わなきゃいけないのが、多分数百万かかるんですが、多分、オープンソースで見てない。で、そのしかもオープンソースでみんなコミュニティで共有して、ライブラリーを増やして、そういうやり方をしようと、これはとても大きい変化になって、ものづくりの標準的なツール、でそれをみんなが持ってる、しかもそれはオープンソースで無償提供したい。で、これはできれば、自社のコンテンツがあるかどうかわからないんですけども、ね、アドウェアセットの専門家じゃなくても、タラのモジュールでデザインすることを助ける。で、もっと大きいのは、それはコミュニティで、誰も簡単にデータを交換できる。そういう意味で本当に誰もが物を作ってきて、で、3D プリンターにそのデータを入れればその場に戻る。そういう将来的なものづくりのビジョンを、ものづくりのツールをオープンソースにする。ということでやろうとしてます。で、こういうモジュールを、将来的にこういうモジュールを 3D プリンターする。これでも、テーブルとの問題が難しいんですよね。で、当面は、モジュール外側のシェイクとか、殻だけを 3D プリンターで製造する。でもこれもちゃんと狙ってるはずです。どうするかよくわかりません。で、こういう機械も 3D システムっていう 3D プリンター大手と共同で Google は開発しています。まあいろいろ開発しています。で、そこで面白いのは、自動車の世界でもやっぱり今面白い変化が起きていて、ローカルモーターズって会社があるんですけども、基本的には電気自動車ですね。その地産地消を作る。で、ここは、先ほど言ったオークリッツの研究所や、デロンエレクトリックと非常に緊密に連携していて、で、これは今年の春かなんかにこの 3D プリンターのシャーシを作ったんですけれども、これはカーボン樹脂ですね。で、オークリッツで、実はその 3D プリンターで、で、自動車を作っちゃったんですよ。これもちょっと映像先ほど10倍の大きさの500倍の速さだったオークリッジが狙ってるんだけど、そのオークリッジで
奥行きで、大きくみたいな。だから今電気ユーザーだったら 3D プリンター作れるんですよ、実際そのままの大きさで。で、それをだからもっと早く。で、このオープンモードとても面白い会社で、どういう仕組み、まあ、コミュニティっていうのは会社なんですけども、世の中にいろんなお金や才能や、お金儲けの人、いろんな人がいる。でも一人で車を作るととても難しい。でも我々はまあそれができるようになった。で、まあどうするかっていうと、もうコクリエイト、競争だって言うんですね。で、開発と組み立て、修正、それをみんな自分たちで。もうちょっと詳しく見ると、まずコミュニティに上位して、コンセプトを作って、で、コンペティションの中で行って、レビューをして、で、公表で決めるっていうんですね。で、すべてのデザイナーはクリエイトパフォーマンスのライセンスで守られて、で、最も審査されたコンセプトが、ものづくりになる。で、コクリエーションが始まって、これ下に名前が入ってるんですけど、これ多分この人がデザインした車ですね。で、こういうのだったら。先作ったのはこれに近いと思いますけどね。こういうのだったら、決まって作る。で、デザインが決まったら色を分担して、これはこういうのですね。マイクロファクトリーって言って、小さい工場ですね。で、それ地域に展開されていて、で、だから地域の雇用も確保できるし、サービスも。前もあるし、何よりも持続可能で、エコだという、そのマークファクトリーを作って、ものすごく地域であるというメッセージと、そのローカルモーター、そのスリーディープリンターによっては一体なんですね。で、こういうクリエイティブとオープンソースと、それで車が作る。で、そういうあたりが実は、新たに共通してる。ただ、それは、ローカルモーター、なんかこいつら変な会社じゃないかと思うかもしれない。確かにちょっと変なんですが、実は GE って世界最大の製造会社で、実は非常に柔軟にいろんなことを考えてて、ものづくりの世界が基本的に変わってるんだっていう話、認識を彼が持ってて、GE はだからインドで2億ドルで 3D プリンターをジェットエンジンブリンを作ろうとしてて、今は自社の製品の1割程度しか 3D プリンター使ってないんだけど、これを 50% が 3D プリンターするんだという、そういう、だから飛行機屋さん進んでます。それから GE は、クラブキャボっていって、3D プリンターでできる、キャブのデータの共有するコミュニティがあるんですよ。これ今、100万人以上参加してて、そこと GE は今日、一緒にやっていて、これはその GE がやったハードパーツ管理プロジェクトなんですけど、左のそのブラケットとかブラケットとか部品をコンテストで、このインドネシアのこの若い技術者が優勝したんです。はっきりしてるのは、この子は絶対このチタンを打ち出す 3D プリンターみたいなのが持ってないんですよ。でもアイディアとその設計するスキルがあれば、実はその持ってる人に打ち出してもらえばいいんで、でしかもその世界中からいろんな才能が集まってきて、で優れたものができる。それは GE がやってるんですよ。これを採用する。で、それからさっき言ったローカルモーターズと GE が今連携していて、ファーストビルドっていう製造業のプラットフォームを作っている。これなかなか面白いですね。GE はそれで家電から撤退するんですよ。でもそれはコミュニティでやってくれと、冷蔵庫や炊飯器するのかどうかわからない。そういうものは別に自由な電話でもないと、俺ら飛行機作ろうや君ら家庭で作れみたいな、そういうわけでもないけれども、クラウド 3D プリンターを融合して次世代のクラウド製造プラットフォームを作る。で、クラウド全世界にアイデアを制度から回す。で、世界中からアイデアを出して、で、完全商品生産から販売まで、これ家電なんか結構向いてるんですよね。で、そういうことを
既存の流通とか販売価格制度を破壊する取り組みをしようと思って、ジオのジェフ・ウィック・メルトっていうのはとてもすごい人だなと思うんですが、これオバマ、これ多分すごい巨大なタービン、こういうのを作ってるんですよね、ジオで。彼の認識は物づくりがとても大事なんだと。ただ今は物づくり基本的にアウトソーシングで物づくりをして数十年やってきたと。でただ今それはやっぱり行き詰まっていて、今まで投資の判断を純粋に同量のコストだけ行ってきて、でアウトソーシング安いってことがあるという。だけど今実際に革命的な変化があって、新しい素材があって、新しい 3D プリンターみたいな技術になってコンピューター。でこういう新しいものづくりを G は取り入れる、インソースする。アウトソーシングからインソース、新しい技術にインソースすることに集中するってことです。で、ものづくりの概念はすでに変わっている。道具のコストだけが問題の時代は終わってて、望むものを望む先に作ることができて、で、ものづくりはディジタル化され、分散化され、ビジネス。で、それを全てを、あるいはそれじゃなくても大部分を G がリードする。で、そのために、区画製造技術、区画製造技術が 3D プリンターですね、アディティブマニュアルって AM って言いますけどね、そういうものに投資をするので、非常に明確な方向性を持って取り組んでいます。で、このキャラっていうのは基本的にはものづくりの変化と結びついていて、ものづくりの変化はどこで起きるかっていうと、まあ、第一産業革命は明治政府で起きました。第二産業革命は自動車で起きたように、生産の大きな変革っていうのは一番大量に出る商品で、コモディティが商品の場で、生産の場で起きるわけです。で、そうしたら今何が一番大きいか、やっぱり自動車がスマートフォンなんです。今の我々の一番コモディティ化した商品、多分自動車とスマートフォンで多分生産の変化、これ第一産業、これもすごいですね。これこういう整然とした機械が並んで、後ろが200年前にイギリスがこういうことをやって、シャフトで、なんていうか、ベルトを組んでいた。それで、エネルギーっていうか、動力が蒸気機関なんで、こういう、これやっぱり他の国かなわないです。こんなものでもの作られて。で、これは第一の産業化。第3はフォードみたいな、こういうやつ、電気使う。これ第3、これ結構進んでんじゃないかと思うかもしれないんですが、じゃあ自動車はそうで、携帯どうなんだ、これはどういうんですか、これフォックスコンってある、中国。これ iPhone の製造過程、こうやってるんですよ。これは見には分かるけど、これも叶わないんですね。さっきの、イギリスもすごいなと思った、200万円イギリスもすごいなと思ったら、これはやっぱり人力じゃ叶わない。人海戦術です。で、これはおかしいですね。こんなんで続かないはずはね。案の定、Google は、これ、フォックスコンと一緒になってロボットを導入しようって言われて、それを実はアンディ・ルービンってご存知ないかもしれないけど、アンドロイド作ったのはアンディ・ルービンって人なんですよ。で、彼はロボットが好きで、で、Google のロボット担当になったの最近辞めたんですけど、彼は最後の仕事を多分フォックスコンで、で、この人たちをロボットで書いた。で、先の Amazon もそうなんで、これは逆に言うと、彼女か彼か分かんないけど、彼らみんな仕事がなくなるってことでもあるんですよ。で、だからなかなか皮肉なものを、でプロジェクトアラは、だからそういう意味では、そういろんな時代の潮流の新しい変化をいろいろ受け取るところになって、で、例えばやっぱり労働の現場がどうなるかっていうと、機械に代替可能な肉体的労働、それはさ、アマゾンの倉庫がそうですよ。また、技能に結ぶ自己連動、それは例えば IBM、ワトソンがやってるような、結局は誰がやっても同じ。ミーティングワークに尽くしたと。それがどうも個性的な労働、あるいは全部、あるいは一部がコンピューターに変わるかもしれないというのは、やっぱり非常に大きな問題になってくるだろうというふうに思います。で、これはラリー・ペイジって、これは Google の会長ですけども、こういうことを言って、我々は私は人間あり余るほどの時間の中でゆっくりと暮らすべきだと思います。人々のニーズを満たすために、誰しもが
己を捨てたまで忙しく語らなければならないという考え方は間違っています。問題なのは人々がそういったことを間違いであると認識できないところにあるんです。また人間は何もすることはなくなっちゃいそうなくなってしまうと思っていることも問題です。皆さんはどう思いますか。いやこれはもう多分正しい半分以上僕は正しいと思います。だけど世界一の金持ちが70億人に対してこういうことを言っているのかっていう気持ちはします。どうなる、俺らどうなるんだろう。お前は金持ちだから好きなことやってればいいけれども、そこら辺の問題って結構大変で、彼はどん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 その、先ほどの何千人も使っている工場を担保としたという話を進めるでしょうし、で、まあ、彼はこう説教するけどその責任を持つわけじゃないわけですよね。でそこをどうするかっていうので、やっぱりまあ、まとめに入りますけれども、経済に中核やっぱものづくりだと僕は思うんですけど、そのエコシステムは変わりつつある。でそれ、まあ変わりつつあるかどうかまだ分からないけど、少なくとも変わる可能性が開かれつつある。そこはちゃんと見てくださいね。でその変化の中心は IT 技術のものづくり、多分結合、サイバーフィジカル、サイバーの世界フィジカル世界を研究するかっていうことです。でその変化をドライブしている主要な力っていうのは多分オープンソース、あるいはオープンソースハードウェアで情報の共有だという、そういうまず基本的にそういう変化の地域とか、まあ、あるんです。そうです。で、やっぱりこれは僕の意見でありますけれども、バーチャルな世界でも、まあ、いわゆるクリエイターの仕事だけがクリエイターなわけではないんだと。で、現実の世界でものづくりするのも多分クリエイターでしょう。で、プログラムも多分クリエイターでしょう。っていうクリエイティブってもっと広げていかなきゃいけない。でロボットや AI の真相を教員として受け止めだけじゃなくて、あるいはその才能のそういうものだったら対抗する仕方っていうのは、我々自身がロボットや AI をみんなが作り出せるというスキルを持つこと、あるいはそういう教育を徹底することしか多分ないだろうというふうに思ってます。で、まあ、つまりはその、みんながそのロボットや AI を作れるように、それが多分僕らのロボットや AI の上に立つのが、まあ、一番確実な道だと思っていて、まあ、そういう意味で会社だけで個人が物を作る、あるいは個人がその生産手段をちゃんと、これはあれなんですね、ソフトウェアの、オープンソース、基本的には個人がパソコンを持ったっていうことがでかいの。今までコンピューターとか個人が持てなかったのは個人が持てて、で、まあ、インフラとしてネットワークがあって、で同じようにものづくりでも会社がだけがものを作るんじゃなくて個人がものを作れるんだっていう、そういうビジョンがこれからだんだん必要になってくるだろうというふうに思っています。で日本は日本だけですけどね、今日は幸い若い人たちがないので、まあ他の日本は実は中国さんざんやれるって話をしましたが、70年代80年代の最初ぐらいまで今世界中の製造業大国だったわけ で実はものづくりのスキルを持った人たちも実は全部存在してるんですよ。ただもう世代が違うんです。でそういう意味で彼らは IT 技術を知らないとかインターネットを知らない、だから基本的には IT に詳しい若手とものづくりに詳しい中高年の交流と協力、でこれは多分必要なんだというふうに思っています。でそれは同時に地方でのものづくりの再生って、60年代実は全国にいろいろ工場をいっぱい建てて、70年もっと進んでほとんどの都道府県に、まあ、大きな資本の系列だと思いますけど、いろんな工場がたくさん建ってるんですよ。で、ものづくりの中心、東京だった話はね、みんな、まあ、シャープだったら、広島の方なんですけど、僕だけそうですから、ほとんどの企業っていうか、みんな地方、青森から、秋田もそうだし、ほとんどの地域に、こういうのあるんですよ。で、そこは、むしろ閉鎖されるっていうか、それが地域の、空洞化の象徴とか、地域の、地方の工場が多分、
ものづくりでプログラムを失ってアウトソーシングして海外で出てみんなこう閉鎖するっていうのが、まあ、地域の凋落っていうかそれの象徴だったんですよ。でもそこまだ人が残ってたで、そういうところと多分注目するっていうのがいいんじゃないかなというふうに僕は思っています。で実際にはIT とそのものづくりの鉄合が多分中心なんですが、日本だとはネットワークは総務省、ものづくりは経産省で、ど真ん中ちょうど一番今大事などど真ん中に大きな穴が入ってる、この二人でカバーしようとしないんです。それがだからちょっと今の話はちょっと変かもしれないけど、やっぱり若い人と中高年の交流だとか地方でものづくりを生かすっていうのは多分そういうのをちゃんとやっていかないと、うん、でそれでちょっと僕が一つ最後に紹介したいのは山形メーカーネットワークってとても面白い運動があって、これは 3D プリンターを自分たち作ろうっていう運動なんです。まあいろいろメーカーいろいろあるけれども、ものを作るものを作るで、釣り引きだったらやってる方がいらっしゃるけど、やっぱり作ってるだけであれ今でおもちゃなんで結構飽きるんですよ。で、これから何作るみたいな話をよくしてるんですけど、ただ3D プリンター作るとなると、これいくらでも工夫の余地もあるし、改造によってそのスキルは実は広がるとか意味があるで、山形では 3D プリンター作る人がどんどん増えてて、でこういうネットワークを出すけれども、こういうのをどん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 改良してるんですよ。で、県内の全ての学校に 3D プリンターを送る、100校あるんですが、全部送る。そのムーブメントの主力は、実は学校の先生たちが一生懸命 3D プリンターを作って、これでも実際に金かけて予算でやったら、とてもとんでもなく高いものになるのを、ほとんど無償なボランティアで作って、そのしかも勉強会やって、先生たちが 3D プリンターを作れるようになって、で、作れる人ですよ。使える人や作れる人がどんどん増殖する。で、今その高校生もどんどん参加して、まあ工芸高校中心なんですが、そういうスキルを持った人たちがどんどん増えてる。で、こういうのはとてもいいと思ってて、でも山形の人はよく知ってるみたいだけど、全国にあまり知らないし、僕も初めて、東北に来て初めて見るみたいな、そういうことをやってるので、でこれはとてもいいムーブメントだなと思ってて、でこういうところにあらのムーブメントが導入していきたいというふうに思ってます。で 今こういう話をいろんな全国でしようと思ってて、まあ、今日はちょっと問題です、ね、でこういう形で全国に歩こうと思ってますので、ぜひまたよろしくお願いします。今日の話はこれで終わりです。すみません、人の声を聞いてみて、なんか質問がありましたら、質問ございますか、どうぞ。続いていいですか。はい。先ほどの、アラの実際にスマートフォンみたいな、モジュールがありますよね、はい、これっていうのは、例えば装置を動かすのでデバイスにつなげるようなイメージのモジュールを、作ろうと思えば、我々がデザインして作るっていう、基本的にアダはそのさっきエンドスケルトンとエンドと骨組みがあって、そこにはめ込むモジュールなんですけど、そのモジュールが何が出ようとするかっていうので、で少なくともそのアダの骨組みっていうかそのバスと通信する規格さえ持っていれば、それから先は何をそのバス生体センサーがあるとカメラがあると Wi-Fi があると何でもできるので、それから先の機械につなげることができる。例えばラブドゥインのそのままガチャッとはめ込むとか、そういうことはできるはずですよね。これには何？じゃあ一つ質問ですけど、建築の設計やってるんですよ。で家建てるのは工場であることやれば結構できると思うんですけど、日本の代わりに環境で運ぶことができないんですよ。で現場でやるのって今度時間かかりますね、あれね、建築の場合はね、一番遅いんじゃないですかね、車だと踏むのが早いですよね。建築は逆に僕らはいろんな設計手段とかそういう方法って建築から学んでるんで、だから IT から建築から学ぶことは意外と少ないのかもしれないですけど、ただ
いろいろあのセンサーだとか、はい、あとは何だろうね、あの今企画をあのちゃんとするっていうところで、まあ、いろいろ使おうとかね、そういうのがあるみたいです。うん、ただあの僕がでも最近読んで一番残っていることがあるんですけれども、あの実は総務省があの要するにビッグデータの利用っていうんで、その潜在的な経済効果っていうんで、あの実はあの4兆7000億円ぐらいあの経済効果があると言ってる。その根拠を見て僕はちょっと頭きて、あの頭くる必要ないんだけど、あの根拠は2つあって、1つはメンテナンスを合理化する。でリモート監視をするとメンテナンス、あの人件費が効率化できる。でもう一つは業務、あの省エネルギーで業務用エアコンのリモート監視、でもいずれもリモート監視ですよ。これ建物ですよ、あのスマートビルの皆さんですが。でその算出根拠が、あの対象産業の出荷額の総額に 15.5% 書いてある。これだけなんですよ。だからそのビッグデータの利用で経済効果があるっていうのはリモート監視をすればいい。まあそれはそうかもしれない。だけどなんでその40も儲かるかっていうと、その産業の売上に 15.5% かけたら、こんな計算でその産業の何だろう、ビッグデータの利用で経済効果があるってもうどうついて、もうちょっと緻密にやれよっていう。まあ、これはあれですね、あの総務省のあれだけど、野村総研のレポートをそのままパクってて、ちょっとパクってて、お金出して買ってるんですよ。そのまま話してるだけなんですけど、誰も本当に考えてないんですよ、だから。で、あとそのエアコンであのエネルギー。で、これがですね、あのこんな内実なのに、あの新聞にはそのビッグデータ活用で 4兆円あの行くってなって、これはなんか騙されたんじゃねえかみたいな。本当はでも本当にあのまあそのビルの管理も大変、いろいろ合理化ではたくさんあって、データ量は多いでしょうけど、内容小さいですよね。ビッグになりますよね。しかもそのざっくり 15.5% の売上かけるだけかよみたいな。でもこういうことでだから結構国の数字ってできてるのをちょっと僕は驚きましたね。IoT とかそういうので、それで騙されちゃいけないという気はします。はい、もう一つですね、はい、僕自身がちょっとあの函館、北海道の函館出身で、まあ、いつか戻ろうかなっていうふうに思ってます。もともと大学卒業してからあのパソコン収納機器のメーカーに行って、もうちょっと地域に関わりたいなってことで今コミュニティカフェってところにいるんですけども、あの、まあ、そう思ってる人たちが地域に、まあ、戻って、あのまあ、それぞれの職人さんとかと組んでいくっていうやり方が今あんまり具体的に僕も想像できていないっていうところなんですね。あの実際に何かこういう形でっていうのはすでにイメージはあったりしますか？あのだからあの、まあ、理念的にはだから IT とものづくりに接点があればいいんだと僕も確かに思うし、それは進めない。実際にはなかなか難しいんですよ。だからさっき今挙げた例は、あの両方が近づけるところって、多分その山形の例は多分そのものづくりだと多分それに、そこに IT の人が入り込むっていうのは形っていうのが多分ありかなとは思っていて、まあそれはあの現場現場でみんな違うんで、それはその中に入っていった人みんな研究や設定で変わってくると思います。まあ一つの例はだから 3D プリンターを作ろうっていうムーブメントは実は意外とあのユニバーサルかもしれないな。ただ地域の特徴に特化しようと思えばそんなことは言ってられないので、うん、あの教育を中心に 3D プリンター作ろうというのは多分とてもいろいろ協力したいと思っていますけど、ね、函館だったらやっぱりあの今の産業の理由があるかもしれない。函館未来ですね。ああ僕は未来じゃないんですけど、まああのまあ、いろいろ事例は聞いたりしてますので、ただあそこもやっぱり大学を卒業したら基本的には札幌か東京に出るって。そうですね。地元は残らないみたいな。初期の学生が数人いるぐらいですね。うん、まあ戻ってくるのかそこはよくまだわからないですけども。うん、でもね、もう一つはだからその世代、地域の問題もあるんですけど、世代の問題もあって、はい、だからその
まあ、皆さんがそうか分かんないけど、あの地域にいる年配の方でものづくりに興味がある人たちとコンタクトする。でそれはおそらくあの僕らってか僕らでは僕は若者年寄りなんだけど、若い人にはないものづくりのノウハウを持っている人が多分いらっしゃるんです。僕なんか例えばあの抵抗とかコンデンサーとかオシロってこと全然分かんなくなるんだけど、ね、でそういうのが普通にできる人って、ね、いるはずなんですよ、あの全国に。そこはでももう世代が断絶する。ただそのテーマ的にはあの何か見つかればその若い世代とその年配世代と交流ができるんじゃないかというふうに思ってて、はい、でそれは追求する価値はあるかな。キーパーソンが多分いるはずなんですよ、はい、足を足で稼いで探してそう、はい、つなげるように。それは立場としては職業がどうというところでは限らないってことですね。例えば、ね、今あのかなりあのちょっと僕も焦ってるんです。そういう人たちはもうリタイアして職場離れてる、あと半分死にかけてる人もたくさんいるわけで、やっぱり時間ないんですよ、ね、ここ5年10年でやっぱりその老若の交流ってやらないといけないんじゃないかなと思ってて、そういう時代なんじゃないか。実際に今コンテンツでも、まあ、ニコニコ動画でもそうですけど、本業が別にあってそれとは別の全く違う創作活動をしているっていう方がいるので、多分なんかやり方もその、まあ、20代今20代30代のやり方として多分本業別に持ちながらこう参加していくっていう方法がまあ今のところ無理のない。そうですね、あとやっぱりあのリトリアした人たちのエネルギーってまだあると思うんですね。そことつながるという、あの創作の世界だとあの割合全然関係なしにみんなあの若い世代か年上の人で一緒にやってるみたいなんですよ、はい、やっぱりものづくりとか IT だとやっぱり年齢の格差地域の格差ってあって、そこはやっぱり埋めるのが結構あの大事になるし、そういう可能性はとてもあると思ってます、はい、その他方いらっしゃいますか。はい、よろしいですか。私は、はい、産業振興財団の事務局長をやっておりまして、今の話に質問ではなくてあの感想です。先生おっしゃるように本当に今熟年層が、60代は若い方で70過ぎてでもうさすがに働けないというどんどん引退して、でそれに置き換わるその一応生産設備なんかは例えばマシングセンターだとかそういうのはあるんですけれども、なかなか若い人にこう技能を伝承されないというのが横須賀でも起きています。なのでこの今日のお話非常に参考になりますので、ぜひそういう地元の工業界、中小企業の現場含めてですね、あと教育機関などにもそれと市役所ですね、そういうふうにも働きかけて、それとあの今こちらの方があの函館のね、お話されてましたけど、おそらくね、商工会議所とか、工業会とか、なんかね、そういう組織があると思うんですよね。やっぱり全国どこでもみんな同じ悩み抱えてますから、例えばそういう 3D プリンターをその元にしたそのものづくり、子供が体験するとか、地のこう形に置き換えるとか、そういうのをあの話をこう呼びかけると、現に山形とかね、そういう先行事例があるわけですから、地元の人がそれぞれキーマンが誰かいると思うんですよ、その辺参考にしていただくと思います。はい、あの秋葉原にだからすごいパークっていうか立派な施設が DMM って感じなんですけど、どうするんですけどあんまり使われてないんですよ。でワシミングとかすごい機械、あの5軸6軸なんか分かんないけどすごい機械があるんだけど、それを使える人があのそこを秋葉原に来るのは若いやつがいないらしくて余ってるんですよ。で逆に僕は IT なんで、僕の話をこんなに息できるのはほとんど若い人ばっかしで、まあ、僕と世代同じ世代の人たちであまり交流ができないんで、まあ、今年はちょっとその辺を変えて、僕はちょっとあのちゃんとみんなとあの若い人と仲良くしようって声をいろいろやろうと思ってるんですけど、多分まあ今はそれやらないと、あとやっぱり日本の競争力の源泉だったそのスキルがね、多分そのまま埋もれてしまうっていうかね、それは IT の、あの音でもね、多分生きるんですよ。
本当にだから3D プリンター作ろうとかロボット作ろうとなると実際に金属削ったり組み立ったりそういうスキルがなきゃできないし、あと解剖だったり基盤を起こしてね、そういうスキル僕は IT ソフトだけやってる連中はないんですよ。でもそこはでもとても大事な技術の他なんで、やっぱりそういう IT に関連したやっぱり 3D プリンターロボットを作るみたいなところでちゃんとみんなで協力するっていうのは非常に分かりやすいし、ぜひそういうようなことをやっていきたいなと思います、ね。アラもそういう意味で非常にとても基盤を、アラも基盤を自分らで作ろうとか、それを3D プリンターで打ち出そうとか、そういう話につながっている、まあ、アラはちょっと高級になっちゃうんですけどね、まあ、いい素材だと思ってます。よしですか、ここは大丈夫ですか。じゃあ、以上でお話を終わりたいと思います。